道の駅音更夏空のふるさとオープンです。十勝の音更町に今日移転リニューアルオープンした道の駅音更。十勝エリア観光の玄関口、道東道音更帯広インターチェンジから車で2分の距離にあり、およそ300台分の駐車場があります。以前の道の駅は建物の老朽化が進み、今回およそ20億円をかけての移転となりました。三着コーナーには十勝産の野菜が多く並んでいます。音更町産のいちごやごぼう、長芋などかなりの種類があります。一番の目玉は音更町の豊かな農畜産物を使った飲食店9軒が提供する道の駅グルメの数々です。地元の人気店も多く、食を通じて音更の魅力を内外に発信する役割を担っています。道の駅で買った商品はこうしたオープンスペースで食べることもできるんです。十勝といえば豚丼ですかね。肉厚でとってもジューシー、ご飯との相性も抜群です。屋内には子供が遊べるスペースを広く取るなど、子供連れの利用客に嬉しい配慮がされています。子供がいるのでやっぱ遊べる場所増えたのは嬉しいかな。また空いてきたら来たいなと思います。コロナ禍での集客施設のリニューアル、感染対策も施されています。道の駅に設置されているカゴを除菌する機械なんですが、実は国内で初めて導入されたものなんです。紫外線を照射することで50個のカゴを15秒で除菌し、混雑に備えています。大型連休が近づく中、今日道内では新型コロナの感染者が2605人確認されました。亡くなった方は2人です。札幌も1186人で、引き続き緩やかな増加傾向にあります。道の設定した再拡大防止対策期間はあさって17日までですが、今日鈴木知事は18日以降についても引き続き感染を防ぐための基本的な行動を続けてほしいと呼びかけました。より一層活発になると、感染の急拡大を抑えて医療への負荷、これを増加させないためにも感染対策を徹底、これを引き続き皆様にご理解ご協力をお願い申し上げます。